インプラントは失ってしまった自分の歯の代わりに人工の歯根を顎の骨の中に埋め込み、その上にかぶせ物をかぶせることで噛み合わせを回復する方法です。従来の入れ歯のような不快感、噛みにくさなんかもなく、失った歯を取り戻す治療としては今日最も優れた方法であると言えるでしょう。しかし、近年では十分な審査、診断がなされないままの不適切なインプラントが横行しているようにも思われます。インプラントも万能ではありませんので、歯を失った原因を無視してインプラント治療を行っても、インプラント自体もダメになってしまうことがあります。そのため、いかにして歯を失うことになってしまったのか、どのようにして、回復した歯を長持ちさせることができるのかということを考える、いわゆる審査診断ということを十分できているかどうかで、インプラントの予後も変わってきます。また外科処置も伴いますので、安全に手術を行う上で術前審査というのも非常に重要になりますので、 CT を撮影し、立体的な顎の骨の状態を把握するということも必須だと思います。インプラントは自由診療ですので、費用が医院によっても異なります。患者様にとっては安いに越したことはないでしょうけれども、インプラントの費用は先ほど言いましたような審査診断にかかるコストであったり、精密なオペをするための、技術習得のためにかかるコスト、あと、安全な治療を手術をするために、必要なコストであったり、というもの全てを反映したものですので、安易に、低価格なものだからということではなく、よく説明を聞かれて、最終的にはどれだけ担当の先生を信用できるかで、決められるのがいいかと思います。